どうも V8 です。今回は3月28日に発売された新作、ウィニングポスト12024をプレイしていきます。前作で進めていた企画、世界系統の検証動画、というかほぼ系統確率の動画になってしまいましたが、その続きをこちらでプレイしていきたいと思います。前回は気の向くままに系統確立していましたが、今回は締め配合も入れて、その締め配合をもとに、世界系統の昇格を目指していきます。それだけではちょっと物足りないので、世界系統昇格や系統確率の中で所有した史実場の中から、独断と偏見でピックアップして、動画内で紹介できたらと思います。それでは前置きはここまでにしてスタートです。まずは締め配合の説明から。非常に醜い表で申し訳ないのですが、これが予定の締め配合です。締めははははは以外の場名のある場所は、すべて世界系統昇格を予定しています。正直言って爆発力と土台紙の、どうなるのかわからない締め配合ですが、この企画にお付き合いしていただけたらと思います。世界系統昇格に関しては、比較的難易度の低そうな系統をチョイスしていると思うので、失敗はしないはずです。ただ、世界系統昇格ということで、この表以外の系統の馬も所有、活躍させないといけないので、その辺が大変かなと思ってます。では説明はここまででプレイスタート。2024年度版から史実場の能力エディットが解禁されましたが、この企画ではエディットはしてません。開始は1973年から。まずはナスルーラ系の世界系統昇格を目指そうと思います。並行してネイティブダンサー系の世界系統昇格も。締め配合にナスルーラの世界系統昇格は関係はないのですが、早期に海外牧場開設を目指すためには、嫌顔でも所有場を活躍させ条件をクリアしないといけないので、それなら前回も昇格させ勝手のわかるナスルーラをということです。詳しく言うと、ナスルーラはもともとある、ネバー世代系、プリンスリーギフト系、ボールドルーラー系、それに加えてネバーベンド系とフリートナスルーラ系、ボールドルーラー系の親系統昇格のカエデテスコボーイ系、以上を確立させます。ネイティブダンサー系は前回の無印での企画同様、自然確率のレイズはネイティブ系とミスタープロスペクター系、それにエタン系、シャーペンアップ系、シーバード系を予定しています。これは前回企画では動画にはできていませんが、一応昇格を確認済みなので今回も目指していきます。注意点はミスタープロスペクター系の親系統昇格を、できる限り伸ばすこと。ミスタープロスペクター系の80年代後半から、90年代にかけての勢いはとんでもないです。難易度はイージーで、前回の企画のデータを進めたものを、引き継ぎデータとして使用します。シリーズボーナスももらえるものはもらっとく感じで。牧場も引き継ぎしています。スペシャル種牡馬とスペシャル繁殖牝馬は、前回企画と同じ馬を選びましたが、まさかあんなことになるとは。選んだ馬の詳細は前回の企画動画の概要欄に載せているので、気になる方は参考までにそちらも見に来てください。では続いて初期選択馬ですが、ショート動画でも挙げたのですが今回は複数投稿候補がいます。その中で史実場で追加されたのが勇士を。3歳ダート3冠新設に伴い追加されたようですが、秘書が述べていたように難易度が高いようです。実際に挑戦してみたものの、途中で芝路線に切り替えました。勇士は芝ダート両方戦える中距離場で、成長型は早熟。長く活躍を見込むのなら1富士イサミがベストです。今回は初プレイということもあって勇士を選択。この動画では勇士について紹介していくことにします。それにしても、5番の史実場追加して欲しかったな。というわけでユーシオくん。父はフランスの G1 馬ミンシオ。万の合計に属しています。ミンシオはフランス2000ギニア、フォレ賞、ムーランド・ロンシャン賞などを勝っています。この系統に多いマイラーの馬ですね。そして主役のユーシオ。史実では現在の重賞競争、東京新聞ハイトダービー強チャレンジトロフィー、北海道山菜ステークスを勝っています。名馬列伝にもあるように早くから活躍していたようですね。とりあえず、ゲームの伊藤くんでダート路線で戦わせていきましょう。ここから無印版にもあったイベントは飛ばしていきます。では、新要素も軽く紹介していきましょうか。まずは秘書から目標の一つとして紹介される人気ランキング。この人気ランキング、他の新要素とも密接に関係するようです。こんなの見るだけで心躍ってきますね。次は新要素紹介ついでに新キャラも紹介。お次の新要素はアイドルホースとアイドルマップ。ざっと説明すると、幅広い層から支持され人気になった馬が、アイドルホースと呼ばれるようになり、様々な恩恵を受けられるようになる。その幅広い支持や人気を示したのがアイドルマップで、アイドルマップの総合的な評価が高いと、アイドルホースとなるようです。これはぜひとも体験したい新要素ですね。でも、アイドルホースとアイドルマップの説明を、
新人アイドルに聞かされるんですね。可愛いから何も問題ないけど。続いては競馬ブームについて。アイドルホースがさらに高い評価を得て、一定条件をクリアすると、競馬ブームが到来します。ブーム期間中は、各方面でその恩恵を受けられるようになるようです。個人的に注目しているのは、固有特性を持った各馬が誕生しやすくなること。これは狙わないといけません。ちなみに例外として、ハイセイコーとオグリキャップは、後述するイベントをクリアするとブームを起こすようです。続いても新要素。馬主秘書から様々な転職を経て、競馬博物館の館長となっている桜子さん。その彼女が紹介してくれるのが競馬ヒストリア。過去のシリーズで、史実馬が起こしていたイベントのような感じ。これも個人的には嬉しい要素。ちなみに先ほど紹介した、ハイセイコーとオグリキャップのイベントがこれですね。逆に言うと、オグリさんの競馬ブーム到来はイベントで起こせるので、それを狙って固有特性を持った架空生産馬を、狙うこともできるかも。それ以外でも競馬の足跡をたどれるのは、往年のファンも新規のファンも嬉しい要素です。一旦ユーシオくんに戻ります。初戦のダート戦のレース動画。飛ばしたい方は8分6秒くらいまでスキップ。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはオーナーズミカーさん。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオーナーズミカーさん行きました。続いて前へ行くのはパーソナル8号。さて先頭に戻りましょう。先手を取ったのはトワラライター。この集団にゴールドイーグル。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。少し間が空いてアレグロスイス。オーナーズミカーさんその前に進出。これに続いてパーソナル8号クリシア鈴鹿。そのうちに続いています。外にはイエローハード。この位置にマルオブライト。オーラーコンカーズすぐ後ろ。後ろからの競馬になりました。ユーシオ鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。ストライクライズ。この馬もこのグループ。すぐ後ろにアズジック。ここにスナップエピセット。内からはタイナーオース。しんがりからカインドルック。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はゴールドイーグル。オーナーズミカさんいい足で伸びてきた。間を挟んでアレグロスイス。3番手ユーシオこの位置から届くのか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はゴールドイーグル。さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭にゴールドイーグル。リードは2馬身から3馬身。200を切った。外から一気に突き抜けるか。ユーシオゴールドイーグル先頭。ユーシオ抜き去る。ユーシオゴールイン。2着にはどうやらゴールドイーグル。アレグロスイス3着です。勝ったのはユーシオ。てなわけで見事勝利しました。ただユーシオくんは芝ダート万能ではあるものの、やや芝の方が有利なようなので、初戦勝利後は芝レースに出していった方がいいかもしれません。実際この後11月の豪州 G1 マッキノンステークスに勝利しています。さてここまで何の事前情報もなしに進めてきたのですが、3月に入りやっとサイヤーラインに目を通しました。そこで衝撃の事実発覚。なんかいろいろ系統増えてる。そしてさらに新人馬主 V8 を苦しめる事実。セントサイモンの子系統足りなくね。プリンスローズは？ラウンドテーブル系確率は？と頑張って探してたのですが、あら、こんなとこにいました。プリンスキロとプリンスリオが確立して親系統に。これはプリンスローズ系大繁栄動画を出さないといけないとか思いましたが、それはまたいつか。ということで前作のイメージのままスペシャル守護馬頭を選ぶと痛い目に遭う可能性も。セントサイモン系世界系統昇格を狙う方はご注意ください。前作をプレイした方は3月3週にシリーズボーナスで守護馬と繁殖牝馬を1頭ずつ計量することができます。これは系統確率の補助や霊彩血統保護などいろいろなことに使えるので嬉しい特典です。例えば系統確立した馬の引退年が被っていたら、どちらかを所有することでそれを回避できたり、単純に系統確立した馬の引退時期を伸ばしたり、まあいろいろですね。今回はフリートナスルーラ系確率のためイースタンフリートを所有しました。所有することにはそれほど意味はなかったかもしれませんが、念のためにというわけです。正直パーソロンやフォルテのネバーディートとかでも良かったかななんて思ってます。繁殖牝馬はソシアルバターフライを所有。さてユーシオくんですが、次走は京浜杯。ちなみに史実のユーシオくんは地方レースを勝ったことはおろか、レースに出走したこともありません。
ただ、当時の北海道山菜ステークスがダートレースだったということで、ダートも得意だろうという判断なのだと思います。クースシャーガン先頭です。ユーシオ伸びてきた。先頭を行きます。オペラ風船残り 200m を通過して、先頭を入れ替わってユーシオ、TD ライダー差はほとんどない。ユーシオ先頭だ。先頭はユーシオ、1着でゴールイン。2着は TD ライナー、3番手にはミラクルピクチャー、勝ったのはユーシオ。というわけでここも勝利。レースを選んであげれば前作の初期選択馬のほどではないにせよ、しっかり活躍してくれそうです。サマー2000やサマーマイルが難易度低くて良いのかも。続いてはしおりさんと同じ初登場の新キャラをご紹介。どう考えてもあの人と関係がありそうな女性。ちょこちょこ出る関西弁がそれっぽいです。でもどちらかというと弥生さんと似てないかい。まあそんなわけです。やっぱウイボってギャルゲーなんかな。そして4月、ハイ抵抗が皐月賞を勝利して新要素の競馬ブームが到来します。下に乗ってるのがブーム時の効果ですね。ブームの間はどんどん行動的に動く方が結果的に恩恵を受けやすくなりそうです。ローテーションのレースの数を増やして提供を促したり、期待馬の支持調教を集中させたり、種付けも固有特性持ちを多めに選んだり。ブーム時の効果の説明です。6月まで進めました。この週は2歳の初期選択馬を選ぶ時期です。高井の香りは続投。今作のおすすめ架空馬はウィンドクラウドだそうです。サブパラはイマイチで、スピードは65の D プラス。しかしテスコボーイ3区でしかも小出し級。テスコボーイ確率のためにも今回はこの馬を所有しました。しっかり繁殖牝馬として活躍してもらって、微力でもテスコボーイの支配率に貢献してもらいます。さらに進めて9月、1歳ヨークたちの育成が始まります。前作との違いはヨークにも史実調教ができること。ただ競争馬の史実調教と同じ枠を使うので、ヨークに史実調教を施すとその分競争馬分が減ります。これも考えてやっていかないといけませんね。期間は9月初めから11月末までの間、ウイポナインシリーズの絆コマンドのような感じですね。ではこのまま年末まで。1973年末はシカンブル系が確立。これでプリンスローズ系は3系統目、ラウンドテーブル系確立で4系統になりますね。シカンブル自体は今作初登場。これはプリンスローズ系も注目ですね。そして年末処理。プライベート守護馬はフリートナスルーラを選びました。1972年生まれの所有馬はこんな感じ。テスコボーイ確率とナスルーラの世界系統昇格、早期海外牧場開設のための所有が主です。架空馬は強いと噂の馬たちですね。次回から本格的に締め配合と系統関連の動画になると思います。というわけでウイポ新作最初の動画いかがだったでしょうか。見ているだけでウキウキする新要素満載でした。まずはフリートナスルーラ、テスコボーイの系統確率、ナスルーラの世界系統昇格を目標に、次回の動画は進めていこうと思います。その中でこれはと思った馬も紹介できたらと思います。また、前作のプレイ動画も投稿してるので、そちらも見に来てください。私事ですが、動画編集時点で登録者数700人まであと2人。ぜひぜひ登録もお願いします。それでは今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。